はいどうもコミです。さて本日はこちらの TH コンプリータさんが前半後半は関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思うんですけども、本日はですね突破兵器の使い方優先順位的なところをちょっとお話ししようかなと思ってます。でなんでかっていうとですね、私今ねちょっと悩んでます。悩んでるっていうのは自分のですね得意な攻めの型っていうのがちょっとわかんなくなってきちゃってるんですね。まあ、いろんな、新しい攻め方を練習したりなんかしていると、これまでできていたことができなくなっちゃうってことは、まあ、よくあると思うんですけど、まあ、そんな状態に、まあ、今陥ってるというところですね。まあ、これがスランプだと信じて、それを乗り越えたら、また一つね、こう、ステップアップできるというふうに思いながら頑張りたいと思うんですけども、本日はそういった私の、頭の中の整理も兼ねて、どういうふうなね、優先順位で突破兵器を選んでいく、まあ、C では戦術を選んでいくべきなのかなというところに関して、考察というかしていきたいというふうに思います。合計4本ですね本日動画見てほしいと思ってるんですけども、ですねまず見てほしいのはこちらですね。フレンド対戦の結果からですね、1個まずはこれ、虫メロンさんのアタック見てほしいんですけども、これですね、攻め的にも、まあ、クイヒーホグなんですね。で、まあ、攻めの編成自体は、オーソドックスというか、まあ、よく、まあ、あるというか、ディガホグでない点からすると、まあ、少し、珍しさはあるかもしれませんが、まあ、っていうところですね。で、本日の、まあ、お題、まあ、突破兵器なんですけども、今これ、投下兵士が選ばれてますね。もうこれをそのまま使っていくんですけども、ここに落としていきます。で、まあ、こんな感じで、中に入ってるペッカとウィザードを歩かせるというところですね。で、これがですね、まあ、言ってしまうと本日のお話ししたい、まあ、一つのキーポイントなのかなというところです。突破兵器って、ウォールバスターだったり、突撃艦、あと、ロックボマーと、で、この投下兵士合計4個ありますけども、皆さんどれを使うかってなんかもう初めから決めたりしてますかね。僕はですね、結構マルチで、特にレジェンドやる場合なんていうのは、万能性っていうんですか、っていう意味で、突撃艦の中にイエティ入れて使ってるんですね。まあ、これで、シングルインフェルノだったり、あとは、投石機、イーグル砲、まあ、等々を、壊しながら、クイヒのルートを作って、援軍も、まあ、できれば釣り出しながらの、ディガホグという格好ですね。で、これは、まあ、レジェンドだからやっているっていうところもあるんですけども、だんだんそれ使ってるうちに、なんか、頭の中がですね、突撃艦でもうプランニング始めようというふうに思っちゃうんですね。なんですけど、これね、やっぱ使えるんだったら、投下兵士使った方が絶対いいなっていうのをちょっと最近ですね、改めて思い始めてます。今、投下兵士出てきましたけども、ペッカが、これ、6時方面にこう下の方を歩いていってますよね。で、ウィザードは上の方に取れてると、まあ、こんなような感じで、こっちがペッカで、こっちがウィザードみたいな感じになっちゃってますけども、ペッカの仕事とウィザードの仕事見てもらいたいんですが、ペッカ結構いい感じで外周掃除してくれてますよね。で、ウィザードも、終盤までこれだけの数を残して、ガン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 と、相手の防衛施設も含めて、このストレージ系を殴って、破壊率を稼いでくれてます。で、ある程度、このウィズができた時に、コスト的にまあ70程度ですね、できたところで、中に入ってる援軍が出てくるんですけども、ホグライダーが大体入ってますよね。このコンビ。まあ、要するに、その、突撃艦とか、ロックボマーとか、まあ、ウォールバスターもそうですけど、すべてにおいて、この壁を何とかして、クリアするっていう観点で考えられると思うんですよね。壁を無視するロックボマーと突撃艦。で、壁を開けていくウォールバスター。で、まあ、それらを使って、当然壁をうまくこう処理していくっていうのが、まあ、その応用とかの適用範囲に広いやり方ではあると思うんですけども、それを考える前に、投下兵士を使える形が作れないかなっていうのをやっぱり考えてみると、まあ、その投下兵士、から出てくる、ペッカと、ウィザード、まあ、この大群ですよね。こいつらの仕事っていうのが、ちゃんとさせてあげられる環境さえ整えば、絶対そっちの方が、イントコスト的にも美味しいじゃないですか。ウィザードとかペッカー全部入れようと思ったら、多分ヒーラーだったらもう4体5体ぐらい減らさなきゃいけないぐらいの、その、枠数になっちゃうわけなんで。なので、そのですね、パターンをどうやって作っていくかっていうのをまず第一に考えるっていうのが、アドバンテージをなるべくね、こう取りやすくする方法なのかなと、まあ、いうふうに思いました。あとね、もう一つちょっと見てほしいのがこれなんですけども、
一旦戻ってですね、この1個前の対戦かな、これですね、この対戦の中であったですね、こんなようなリプレイですよね。ミンミンさんがやってるアタックなんですけども、ここにいる、ババキン、こいつを、結果的に投下弊社で処理できるんですね。で、こういう風な、真四角の正方形っぽい陣に対しては、ついついね、こういうところに、突撃艦を投げたくなっちゃうと思うんですよね。けどやっぱ投げていくと、当然ながらそこに、トルネードトラップとか、黒いそのホーミング爆弾とか、対策がしてあって、思うような結果を上げられないということって、あるじゃないですか。で、そういう風なやっぱりリスクも、この投下弊社を使うことによって多少減らすことができるし、やっぱりですね、プランの安定性っていう意味ではすごい大きいと思うんですよね。で、クイヒーでしっかりとこの3次方面から、1次2次方面にこう攻め上がっていきながらですよね、こっちの、12次11次方面のカットっていうのを投下弊社でやっていき、で1次面からディガホグを入れていくという感じですね。こっちよいしょ、こんな感じで出てくる感じですね。で、バーバリアンキングを使いながら、さらにこの11時目のカットっていうのをしっかりやっていこうという感じになるんですけども、ペッカが今このストレージをしっかり殴ってくれてますね。こういうですね、ダクエリのタンクとかっていうのも、なかなかね、壊すのは時間かかっちゃうんですよ。ペッカがやってくると簡単ですよね。こんな感じで相手のババキンに対してもこうダメージを与えていきながら、後ろから来たディガーと合流して破壊していくという感じですね。ここでやっぱりディガーが足止めを食らっちゃうと、後ろから来るそのホグライダーがなかなか出ていけなかったりとか、あとは、そこにイーグル砲の着弾なんかが入っちゃうと、まとめてディガーの、ね、体力が削られるなんてことがあるんですけども、ああやってしっかりと東海弊社から来た、ペッカーさんが対応してくれることによって、後から来るディガーたちがスムーズに進めると、相手のババキン倒そうと思ったらやっぱり、それなりのコストを使って処理しなきゃなんなくなるので、それができるだけでも東海弊社の威力ってやっぱ大きいですよね。でさらには、後から出てくるホグライダーっていうのも、体力が満タンのまま、なんて言うんでしょうね、時間差で迫っていくっていうんですか。なので、爆弾とかをね、ある程度、先に出ていったホグたちがこう解除してくれた後ろからね、体力満タンで9体、ダーッとこう向かっていく。この時間差でやっぱ出てくるってのもいいですよね。意識しなくても、後ろからホグが追従してくれるっていうのは、呪文を使うタイミングとか、特殊能力ヒーローのを使うタイミングにある程度こう意識を集中できるっていう意味で、フレンドリーなのかなという気がしますね。やっぱりそのコスト面ですよね。その壁をなんとかして、その戦術面だったり、ウォールブレイカーとかそういったユニットとかでケアしていけるという形が作れるんだったら、なるべくならやっぱ投下弊社を使えるプランが組めないかなというふうに考えていくと、よりアドバンテージが取りやすいというふうには思うっていうのが、今日の言いたいところですね。はい、ではですね、もう一本見ていきたいというふうに思うんですけども、これですね、ナーチンさんのアタックなんですが、投下弊社ってで必ずしも別にサイドカットに使うだけではないと思うんですよね。今回のケースで言うと、投下弊社をイエティに混ぜるような、投下弊社って言い方おかしいか、ペッカーをイエティに混ぜるような使い方をしていきます。つまり、ここですね、グランドオーデンのオデヒーでカットしていく。で、ここに関してはキングでカットしていくんですね。で、イエティたちを9時から、中央にこう向かわしていくんですけども、投下弊社をそこにこう混ぜ込みます。で、こう混ぜ込むことによって、中央部分の効果力帯にペッカをイエティたちと一緒に送り込んじゃうっていうことになります。で、この使い方っていうのが、もう一つやっぱ投下弊社を役立てる方法かなと。サイドカットに使う手もあると思うんですよね。このバーバリアンキングに混ぜていって、この辺を全部潰しちゃうっていう手もあると思うんですが、それをやってもやっぱり、透析機とかね、シングルインフェルノとかがこうあったりして、なかなかペッカーが、十分な仕事をしてくれないという場合には、中央に一気にこう混ぜ込んじゃうっていう手もあるかなというところです。突撃艦にじゃあ変えてもいいんじゃないかっていう方法もあると思うんですけどね。ただ今回のケースで言うと、変えなくても、中央部にイエティたちを流し込みさえすれば、アーチャークイーンなんかもそこにこう入っていくことによって、しっかりですね、その外周部っていうか、ちょっとこの壁際のところ、このシングルインフェルノとか、この投石機とか、こういうところを、きっちり、ペッカでもないな、アーチャークイーンとイエティが壊してくれる。そういうね、距離感がある。っていうところですよね。なので、あえて別にここは、突撃艦を当てる必要がない。
見てもらって分かると思うんですけども、これの残った終盤のこの形を見てもらって突撃艦をどこに当てればよかったかなって思うと、ここぐらいですよね、残るんで。でも別にここってこれから出てくるホグライダーでなんとか処理ができちゃうなっていう風にも言えると思うんですよ。なのでそれをですね、こんな感じ、ロイヤルチャンピオンのホグライダーで後から出てくる東海市のホグライダーにロイちゃん混ぜてこう処理することができますよね。でこんな風にスレイが描けるんであれば、別にあえて突撃艦を選ぶ必要は全然なくて、むしろ東海兵舎を選ぶことによって出てくるペッカとビザードのアドバンテージってのは十分使い込みつつ、あとはちょっと手が届かない遠くの部分っていうのをこうロイちゃんとかホグで削っていくような絵を描けばいいというところですね。当然ながらこれだけでは取れない、村ってたくさんあると思います。で、この後見てもらう最後の一本はそういう村をね、取ったアタックになるんですけども、なんで必ずしも東海社にこだわった方がいいって言ってるわけではなくて、使えるプランを描けるんだったら東海兵舎を使うようなプランから、まずは、できるかどうかっていう風なその見方をした方がいいんじゃないかなという風なところですね。やっぱりユニット枠70兆っていうのはでかいですよね。それだけの、ペッカとウィザーと限定とはなってますけども、ユニットが出てくるっていうことは、回収にユニットを割く必要もなくなってくるし、必要ないっていうと言い過ぎですけどね、それほど多くの回収用のユニットを持ってく必要がないっていう、主力にその分枠を割ける。でおまけに東海社から出てくるペッカなんかが主力にもなってしまうということも考えると、だいぶでかいのかなというふうに思いますね。はい、で最後はでは関西クラクラクラブのねアタックから一本見ていきたいと思います。こちらになります。お願いします。はい、と言いながら見てもらうのはヤマモンズさんのアタックになるんですけどね、アトくんさんのアタックですね。これはクイヒディガホグになるんですけども、突撃艦を使って出てます。で、こんな風なケースっていうのはやっぱり別ですよってことですね。アーチャークイーンのルートをやっぱりこうどうしても作る必要がある場合だったり、突撃艦イエティを使うことによってものすごいでかいアドバンテージが取れる場合、こういう場合はあえて東海市にこだわりすぎなくてもいいっていうところですね。東海社をやっぱりね、使えるんだったら、使った方がいいとは思うんですよ。それは変わらないんですけど、むしろそこをあえて、使おうとしすぎて、得意な戦術だったり、難しい入りを余儀なくされちゃう、逆にですよね。っていうケースがあるんであれば、むしろ突撃艦で、区画を1個こう削って、後の展開をイージーにした方がいいということもあるという話ですね。なんでそこは、履き違えてですね、何が何でも突撃艦っていう風にやりすぎない方がいいと。あくまで、突撃艦ね、東海兵舎ですね、にてやりすぎない方がいい。東海兵舎を使って、やりやすい、スムーズに進行させられるなというプランが描けるんであれば使った方がいいと思うんですけど、いやこれはどうにもなんないやという場合には突撃艦を使うっていうのは全然ありですね。冒頭にも言いましたけども、その方が汎用性が高いんで。で、今回のケースで言うと、アトくんさん、この6時方面の今、このクラン城のマークがあるところに、インフェルノタワー、投石機が固まってましたよね。でこれをまとめて、突撃艦イエティで落とすことができた上に、援軍を釣り出しちゃったんで、クイヒで処理ができるっていう、すごくイージーな形を作れるわけですよね。で、結果的にアーチャークイーンは、スーパーボールブレーカーがあるんで、壁の中にも入っていって、タウンホール、ギガインフェルノ、こいつを叩く。ことができたということで、もうディガホグのルートが完璧にこう描けちゃってますよね。でこうなってくると、むしろ、東海兵舎がなくてもですね、多少ユニットはばらけるんですが、アーチャークイーンがこう中央から施設を壊してくれて、ディガーとホグライダーを外にこう押すような仕事をしますよね。わかりますかね、言ってみ、この辺を壊してくれてるんで、ディガホグのルートっていうのがこうある程度限定される形になってますね。こんな風になってるので、この外周のここに東海兵舎を当ててだったらいいんじゃないのっていう話もあるかもしれないけども、ここに当てていかなくてもディガフのルートがちょっと限定されるという形になるわけですね。でそういうケースでは、無理やりですね、東海兵舎を使わずに、突撃艦イエティを使ってしっかりと、相手の怖い施設っていうのを序盤に叩いてしまうと。で、援軍も釣っちゃうというような、形を作る。こういう選択肢っていうのは全然、なんて言うんでしょうね、捨てる必要はないということですね。ちょっとこれは、冒頭からの流れで話をすると誤解があるかなと思ったんで、最後補足として付けさせていただきました。はい。
というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。ぜひですね、私もちょっともう一回自分のね、攻め方をこう組み直してみたいと思います。豪華弊社を中心にプランニングを考えるというところからね、始めていきたいというふうに思いますので、まあ、今後またうまくいったら自分のアタックなんかもね、載せていきたいというふうに思いますので、今後も、ご視聴いただければありがたいです。また、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あと関西クラクラクラブにもね、ぜひ皆さん遊びに来てもらえたら嬉しいです。タウンホール13の方大変募集しておりますし、12から、クラン、受け入れしておりますので、ぜひぜひですね、ご興味ある方は気軽にですね、まずは門を叩いてみてもらったら嬉しいかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。